皆さんこんばんは。本日は日本対ヨルダン、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。勝たなくては突破できません。選手たちの入場です。始まりました。日本対ヨルダン、日本勝てば次のステージが待っています。ここで受ける、長谷部、日本ここでファールを取られます。早くもカードをもらってしまいます。殴り合いをしているような感じです。日本勝てば突破が決まります。さあゴールを生み出せるでしょうか。ゴール、いやー、日本ファーストゴール。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。まあファーストコントロール、トラップからシュートまでの流れ、ゴールのイメージ、はい、この辺がイメージ通りということでしょうね。そうですね。さあ日本、貴重な先制点を奪いました。この先制ゴールは勝ち点3を取るためには絶対条件だったと思うんでね、チームとして非常に大きいと思いますね。そうですね。遠藤、香川、長谷部、前半20分になろうというところ、大迫、ゴール、日本。これはちょっと寄せが足りなかったでしょうか。ボールをもらうまでの駆け引きが非常にうまかったと思いますね。今日2点目のゴールです。日本さらに1点を追加し2対0としています。もう1点取るとさらに楽になりますよね。そうですね。自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど。大迫、柔らかいボール、通っていればというシーンでしたが、これは惜しくもオフサイド。経過しています。2対0で現在日本リード。
とまたファールですかね。イエローカードです。日本今のでイエローカード2枚目となりました。いらないファールでしたね。本田内田へ置きに行く。このスルーパスは通りません。長いボール裏へ落とす。非常に集中していると思いますね。前半40分を過ぎました。まだありますよ。ここも固い守りでボールを奪います。出ましたね。これはコーナーキックです。最初のコーナーキック。香川このシュートは少し当たり損ねですね。チェックが厳しいので簡単に打たせてもらえないですよね。やはり守備の意識が高いですね。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。名波さん、前半振り返っていかがでしょう。 2-0 というスコアは難しいスコアなんですよね。なるほど。次の1点がどちらに入るのかによってその後の展開が大きく変わりますからね、うん、はい、そういった意味でも後半の立ち上がりから非常に楽しみですね。そうですね。チーム個々の思い、プライド、そしてそれを支えるサポーターの期待、さまざまなものが交錯している今日の試合。引き続きセカンドハーフに突入します。日本が前半は2対0という形リードして折り返します。では後半見ていきましょう。長谷部乗っています。香川もう一つ前に行きたい。スペース出ましたね。さあサイドのスペースへ。これは日本ボールです。さらにかわします。これは先に触ります。長谷部ここもしっかりディフェンスしました。キーパー前へ蹴り出します。やはり非常に守備は硬いですね。ボンダ遠藤へ大迫に渡る。置きに行くような浮かせたボール。ヨルダこれ守備陣焦ったでしょうね。マークを剥がしていい状態でシュートを打ててますよね。いいリズムで試合を進められてるんじゃないですかね。厳しくプレッシャーをかけていきます。ここでファールをもらいました。さあ狙える位置でのフリーキックです。ヨルダン嫌な位置です。直接狙える距離ではないでしょうか。直接いや今のシュートミスはもったいない。日本ここで選手を変えます。1枚イエローカードもらってますからね。ベンチとしては2枚目のイエローカード、それからレッドカードは怖いですよね。後半21分というところ、ここまでご覧になっていかがですか。七海さん、日本としては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今守備に集中して隙があったらゴールを狙うスタンスでいいと思いますね。縦のボールを入れてきますがこれはありません。ふわりとしたボール、流れを止めます。浮かせて裏を狙う。これはなかなかこじ開けられない。後半ももう3分の2が経過しています。
日本試合も終盤に入り残り時間もあまりなくなってきました。このままいきますと決勝トーナメントへの進出が決まります。クリアします。両チーム同じタイミングで動いてきます。威力ありますね。パスめしのぐ。このボールはクリアです。いやーキーパービッグセーブでしたよね。味方を走らせるシュートレンジです。これを打てるか。後半43分というところ、上がっていきます。うわー、またファールですね。アディショナルタイムは4分あります。もうあと1回くらいチャンスあるんじゃないですかね。さあシュート。終了のホイッスル。2対0、日本決勝トーナメントへの切符を手に入れました。さあいかがでしたか。日本としてはこれからが本番ですからね。いい状態でトーナメントに入っていけるよう残り試合をうまく使って調整していきたいですね。そうですね。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には名波浩さんをお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。日本次のステージへと駒を進めます。